こんにちは、古潮です。世界の名作文学を5分で語る、時には10分以上かかりますということで始めていきます。今回は、ゲーテの若きウェルテルの悩みそのものではなくてですね、このゲーテ全集の評論集というのがあってですね、このゲーテ全集の評論集、まあ中身もね、このゲーテ家の紋章の入った本で大層立派な総長なんですけど、この第1巻目はトーマスマンが書いたゲーテのベルター、まあ、ウェルテルですね、ゲーテのウェルテルという、短い評論、11ページから24ページまでの視聴評論なんですけど、トーマスマンのね、いろんな評論についてはトーマスマン評論集ということで、こちらの方に、別途話してます。で、その中にはこのゲーテのベルターはなかったんですね。ゲーテ全集の評論の中にあるというね。だからまあいろんな本の中で、あれこれの作家のものがね、とびとびにあるというのもなかなか面白いものですけど、さあこのゲーテのベルターというね、まあ、そういうふうに翻訳してます。これについては僕はトーマスマン評論集とかトーニオ・クレーガーとかのトーマスマンのこのものよりもこっちの方を先に知ってね、トーマスマンの文章で初めて読んだのがこのゲーテのベルターだったんじゃないかなと思うぐらい、あ、ちょっと違うかな、まあなんかそんな気がするぐらい、遠い遠い昔に読んだことがあってね、でその後、あ、これは面白いって思った部分があったりして、結構好きなんですけど、まあ、ウェルターについての評論だからね、そんなにウェルテル読みたくもないしって感じですね。まあ、ゲーテのウェルテルについても、まあ、こちらの方にちょっと動画もアップはしてますけど、中学2年生の夏休みぐらいから秋にかけてめちゃくちゃ読み込んだんですね。この頃僕は転校してしまって中学2年生でね、で前の学校にね初恋の女の子がいてね、彼女と別れた、まあ別れたって付き合ってたわけでもなく、ただもう会えなくなったみたいなことがあって、それでこのゲーテのウェルテルをね、まあ、読んだり、まあ、武者の小路実篤を読んだりしてたんですけど、このウェルター本当に読み込んだんですよ。まあ、ちなみにこのヒロインはシャルロッテ・ブフさん、これ実在のブフさん、ロッテはこのブフさんがシャルロッテ・ブフさん、結婚してケストナーさんがモデルなんですけどね、いや何回読んだか、ナポレオンが7回読んだというんですね。エジプト従軍にもエジプト遠征にも持っていったということでね、ゲーテと会った時にね、自分の意見を言って、あそこの描写はいらないんじゃないかとまでね、ゲーテに言ったらしいんですけど、まあ、僕も相当読みましたね。ウェルテルのどこを読んでもね、読んだことあるって思うぐらい、これはビートルズを特別好きじゃなくてもね、ビートルズの歌を聞いたら、あ、聞いたことあるっていう感覚と一緒かもしれない。ウェルテルを読むとね、どこでも知ってるんですよ。そして僕はホメロスを初めて、ホメロスという文字を見たのもね、このウェルテルの中でウェルテルがホメロスを読んでる、まあ、ホメロスを読んでる時はね楽しく暮らしてたんだけど、やがてオシアンというね、アイルランドの詩人を英語で読むようになって、このオシアンの雰囲気で、このオシアンも僕好きでね、当時オシアン風のものと勝手に言って、僕が読んでるものをノートに書いたりしてましたね。それぐらい僕はウェルテルは好きだったけども、この年になるとね、ウェルテル的情熱っていうのはもうないんですけど、でトーマスマンがね、このウェルテルを、だから僕らの年で今更若きウェルテルの悩みそのものを読みたくはないと思うけど、まあ、ウェルテルってどんな本だったんだろうかって改めて見るときにね、ウェルテルそのものを読むんじゃなくて、このトーマスマンのゲーテのウェルターというね、短い評論を読むとね、すべてのウェルテルの場面を思い出しましたっていうね、そんな感じで、これは面白いですね。で、ちょっとね、かいつまんで見ていきたいと思うんですけど、まあ、オシアンについて書いていたり、なんかゲーテの頃ね、1870年代ぐらい、ドイツではイギリス文学が大流行りだった時があるそうですね。へえとか思いましたけど、ということと、それと、まあ、ナポレオンに会った、それからゲーテは最後、ウェルターによすというね、ウェルテルに捧ぐというのを67歳ぐらいかなんかぐらいの時にね、書いたんですよ。これは僕が持ってるゲーテ全集1巻、さっきと違うゲーテ全集のね、第1巻ゲーテの集で、ここにその言ってるウェルターにというのがあるんですけど、まあ要は有名な話ですけど、ゲーテはこのウェルテルを書くことによって生き延びたと。しかしウェルテルは死んだと。でこれについてはね、トーマスマン自身が、まあうまいことを言っていてですね、こう詩人というのは生きるには善良すぎる、死に見入られている、もしくは弱すぎるんだと。で
しかし詩人には創造的な天文があって、創造の喜びがあって、創造の使命感、ミッションがある。だから生きていけるバランスがあって、で詩人は自分からその創造的な部分を取り除いた自分を書けば、ウェルテルみたいなものが全ての詩人出来上がるってことだよね。トーマスマン自身もトーニオ・クレーガーを書いてるんですけど、トーニオ・クレーガーにも創造の喜びがなかったら死んでたかもしれないなっていうね、そんな感じが思います。で僕もそんな感じが結構あってね、天才ではありませんけど、僕の詩人仲間の人たちとお酒を飲んでもね、彼ら彼女たちもとても生きにくいんだと、だから詩を書いてるとかね、そういう述懐をねするような感じでしたね。でウェルテルはあまりにも高貴で聖なる感じがするんですけど、これはあの前回の坂口安吾の堕落論と一緒でですね、聖なるまんまで死んでしまうわけですね。堕落すればいいんですよ。こう堕落することに耐えることができない人が自殺するのかなと。堕落して自分のこう社会的な聖なる的なものを取っ払うと、恋愛の騎士みたいな感じの聖なるものを取っ払うと、堕落してドロドロになった時にね、初めて人間は生きれるというのが年を取ると分かるんですけどみたいなね感じですね。はい。そして、ウェルテルとかね、当時のドイツ、まあどうですかね、僕は子供の頃、中学高校の頃まで、恋愛を苦に自殺する人って世の中に時々いたように思うんですけど、今いないような気がしますね、完全に。で自分が自殺する代わりに相手を殺すというね、そんな風になってしまいましたね。とんでもないなと。ウェルテルがロッテを殺すとかね、まあ、しかしウェルテルの中にはね、ロッテ殺害、アルベルト殺害か、そんなことをねちょっと示唆する場面なんかもあったりして、ちょっとゾッとするんですけど、それからあのロッテがカナリアに餌をあげるシーンがとても素晴らしい、これはしかし思わせぶりすぎてきついだろうウェルテルにはってトーマスマンがね、言うとこがあるんですけど、それは本文のこんな手塚富雄さんの役でこんなとこがあってね、ロッテはそう言ってこの小さな生き物に口を差し出すと、コタリはいかにも愛らしく首を傾けて、甘い唇にくちばしを押し当てた。自分の受ける幸福を感じることができるかのように、あなたにもキスさせてあげましょう。ロッテは言って小鳥を僕に差し出した。小さなくちばしがロッテの口と僕の口とをよく橋渡しした。その感触は愛に満ちた享楽の息吹のようであり、予感のようであった。このキスにはと僕は言った。何かを欲しがっているようなところがあります。餌が欲しいのでしょう。満たされない気持ちで帰るような、甘えても何ももらえないので。まあ、何気にウェルテルは自分の気持ちを言ってますけどね、まあ、こんな美しい詩的なことをさせた、まあ、多分本当のロッテもこういうことをさせたんだろうということね、まあ、そのロッテも好きだったんだろうね、ゲーテのことをって、ね、トーマスマンは言ってますね。で、まあ、こうしかしながら、こうアルベルトとウェルテルとロッテの三角関係、アルベルトはね真面目にコツコツ働いてるんでいつもいない、だからほとんど2人でいる天才ゲーテと、まあ、すでにゲッツフォンベロリヒンゲンを書いた若き天才と言われてるゲーテ、まあ、ハンサムでもあったしね、きっと好きになってただろうと。でもしっかり者のロッテはあの一線は越えないみたいなねことです。で最後にねゲーテがちょっとキスしてしまってね、あのそれで怒ったロッテがアルベルトに行って、アルベルトももう出て行ってくれみたいな感じでゲーテはそこを立ち去るっていう感じなんですけど、まあそんな風にね、あのとてもしこう苦しむゲーテなんですけど、その割にはね、前の年の8月にフリードリ数年付き合ったフリードリー家を振ってですね、絶望の淵に追い落として、ロッテと会ったのはそれから1年も経たない半年後ぐらいで、せいぜい、まあ、それでいきなりフリードリー家を傷つけてあそこまで落ち込ませたにもかかわらず、いきなりロッテをこんなに好きになるのかってね、トーマスマンがちょっと揶揄してますけどね。そしてロッテでここまでのことで、大失恋をしたにもかかわらず、もう 2,3 ヶ月したらね、この別の夫人を好きになってね、ウェルテルの中でロッテの目が、本当のシャルロッテブフの目は黒いんだけど、作中ロッテの目は青い、あ逆か、本当は青いけど作中は黒い。でこの黒いというのはね、あのもう一人、あと何ていう名前、ややこしい名前、マクシミリアーズ、マクシミリアーズさんという、マクシミリアーネか、マクシミリアーネというあの人妻とですね、ちょっといい仲になってですね、でなんかいい仲バレてご主人カンカンで追い出されたみたいな話もあるんですけど、それはロッテへの失恋の1年も経たないぐらい。だからウェルテルの悩みっていうのはこの人の、あのファクターも入ってる、
らしいんですね。ということで、なんかまるで光源氏のようなね、感じがしますね。今源氏物語も読み継いでいるところなんですけど、ゲーテって光源氏だなとね、ゲーテ自身がね、カミューの反抗の論理というカミューの手帳の中でカミューが紹介してます、太陽の参加の方か、その中でね、ゲーテが言うには、私は自分を神と思っていたので、ほとんど人間の娘たちのところに舞い降りていったのだって述懐してるんですよ。まさに光源氏ですね。だから光源氏がロッテとアルベートのところに、アルベートじゃないケストナーのところにやってきたから、ロッテもね、心が動いたってことですね。そしてこれ最後ね、面白い、これ僕はこの本を読んだ時にずっと残ってたんですけど、ゲーテが最後にウェルターを再読したことがある、こんなかやっこみたいな本は一生俺は読まないみたいな感じになったんだけど、一回だけ読んだ。で、一回だけ読んだ時っていうのは1816年、でこれはワイマルに一人のゲーテより 4歳年下の一人の老婦人がねやってきた時なんですね。その人の名はシャルロッテ・ケストナー、旧姓ブフ、ベッツェラルのロッテ、ウェルターのロッテだったってことはね、なんと68歳ぐらいの時に数十年ぶりに二人は再会してるんですね。しかしなんかね、ゲーテにとってはあんまり面白くなくって、インギンブレイな態度だったらしくてですね、一緒にお昼を食べたらしいんですけど、ロッテが子供たちに書いてる文書にはですね、私はある老人と知り合いになりましたが、もしその人がゲーテであると知らなければ、いいえ、知ってはいても私はその老人から好ましい印象は受けませんでしたって語ってます。で、トーマスマンはこのゲーテとロッテの再会に、このエピソードをもとにですね、この逸話をもとにして眼蓄なる物語を、それどころか一編の長編小説をすら、感情と文学についての、老年の尊厳と衰えについてのさまざまな問題を扱って、書けることができるんじゃないか、誰がやってみるのを楽しみにしているって、最後それで締めてるんですよ。でも僕はロッテとゲーテが再会したんだなっていうのは結構感動ものでね、この本で初めて知って、とかいろいろね、こう想像しましたけど、でこのロッテとゲーテが再会した話っていうのは結局ね、誰も書かずに、誰も書かないからっていうわけじゃないけど、トーマスマンが書いた、ワイマルのロッテというのを書いて、見事長編になってる。まあ、このゲーテとロッテのロマンってわけじゃなくて、戦後ドイツのね、ニュルンベルク裁判とかにもこれ、ゲーテの言葉として紹介されたりもしてるんですけど、まあ、ここでゲーテも登場するんですけど、ゲーテの言葉として喋られてるのは全部トーマスマンの言葉なんですが、でまあ、政治的文化的なさまざまなゲーテを軸にして、語るものなんですね。どっちかっていうと文化評論集みたいな感じでも、ゲーテのこともたくさん、文学のこともたくさんあるんですけど、でこの本でね、本論とは関係ないところで僕はとてもこう水戸黄門的にね、いいなと思ってるところがあって、例えばこの出だしのところでね、まあ、ロッテが登場するわけです。ある日、ワイマルのエレファント旅館の教養のある給仕マーゲルは1816年の9月もすでに終わりに近い、まだほとんど夏のような日に、心を興奮させ明るく混乱させるような出来事を経験したっていうので、この小説は始まってですね、である老婦人がこの宿にですね、やってきて、まあ、当時の宿はね、こう名前を書く、サインをする、まあ、今でもそうですけどね、書くようになってて、でその老婦人が来たんで、マーゲルさんがね、早速奥様、つきましてはご面倒でも、ほんの形式的なことを一つお願いしたいのです。曲げて 2,3 行押したためていただきたい、まあ、要は名前を書いてくださいねっていうことで、わかりましたよって言って書いた。で書いた文章を読んでマーゲルは驚いた。瞬きしながら読んだ。宮中顧問官未亡人シャルロッテ・ケストナー、旧姓ブフ、ハノーバー在住、前夜の宿泊地ゴスラル、1753年1月11日ベッツェラル、ラルにて出生、娘と召使いを同伴と書いた。書いて、びっくりしてですね、お許し願いましてとマーゲルは言った。どうぞお許しいただきます、こういうことをお尋ねしては安価な不謹慎な好奇心からではありませんのでして、もしかしましたら私どもがこうしてお目にかかれましたのは、宮中顧問官ケストナー夫人、つまりベッツェラルでお生まれになって旧姓をブフとおっしゃられますシャルロッテ・ケストナー夫人ではございませんか。そうですけどって言ってね、でちょっとやり取りがあってですね、
そうでまだ興奮してだんだん興奮してきてですね、ということはつまりシャルロッテもしくは略してロッテケストナー様、ベッツェラルのドイツ語ドイツ騎士団間でお生まれの旧姓ブフ様、つまりカッセロってね、もう興奮が収まらないような感じになっていって、そのロッテよあなた、でも私はカッセのどころかこうしてあなたの目の前に立ち続けてお願いできたら早くお部屋に連れて行ってくださいねっていうふうに言うんですけど、最後にマーゲルはこうなんか叫ぶように言うんですね、実にどうも宮中顧問官夫人様、奥様お許し願います、思いがけなくこうしてお客様が同一人物でいらっしゃるとお聞きして、そこから考えられます様々な可能性に私の考えがすぐにはいわば晴天の霹靂でして、手前どもの宿は光栄にも例えようにもないありがたい幸せに良くしたのでございます、つまり正真正銘の人物、こう申してよければモデル、一言で申しますと私は幸福に良くしたのでございます、若きウェルテルのロッテを、ということでね、ロッテだっていう感じなわけですね。まあそれはそうでしょうね、今だったらX でもインスタでもわーっと拡散されるような話ですけど、でまあいろいろロッテがいろんな訪問客がやってきてね、若きゲーテについていろいろ語ってくる。でこのベッツェラル時代にね、ゲーテがいかに暇だったか、まあこれトーマスマンが言わせるんですけど、ロッテはこんなことを言うんですね、これはリーマー、秘書リーマーに言うセリフですけど、私はあの青年23歳の頃のあの方ゲーテをよく存じていましたし、長い間あの方の生活を見てもいましたから、あなたのお言葉を裏書きすることもできるんですの。あの方の勉学努力職務ぶりはほとんどゼロ、全くのゼロでして、ベッツェラルでは本当に何一つやったことがないのですということでね、本当に暇にしていたらしいです実際に。でいつも暇だからいつもロッテと一緒にいたっていうね、そういうことになっていくんですけど、光源氏みたいですね。そしてこの小説の最後はね、さっき興奮して言ってたマーゲルさんがまた興奮してね、宮中顧問官夫人様とマーゲルは言った、今晩もいつもと同様に心からお迎え申し上げます…宮中顧問官夫人様、本当でございます、ウェルテルのロッテがゲーテの馬車からお降りになるのに手をお貸しするのは私にとっては一大事件でございます、何と言い表したものでしょうか、特筆すべき事件でございますと言って終わるんです。まあゲーテ家にご飯行ってね、ゲーテ家の馬車で、エレファント旅館に帰ってきたんで、そのゲーテの馬車からロッテが降りてくるのにマーゲルさん手を貸したって、もう特筆すべきものだ、手洗えないみたいなね、一生の記念ですよみたいなね、今なら写真スマホで写真撮ってみたいな世界ですけどね。まあそんな大騒ぎがワイマルで起こったっていうのもね、なんかいい話だなと思いましたね。ということでですね、まあ僕らの年、還暦を過ぎて今更若きウェルテルの悩みそのものを読み返すのもしんどいような、ね、中学2年生の夏から秋を思い出しますけどね、本当個人的にはさっき言ったようにどこを読んでも知ってるわみたいな感じなんですけど、まあ改めてね、我が友トーマスマンと共に若きウェルテの悩みを振り返るという感じでね、トーマスマンのゲーテのベルター、ゲーテ全集別館にありますけどね、日本語ではこれでしか読めないんじゃないか、トーマスマン全集にはだからないんですよ、トーマスマン評論集にはこれは載ってないんで、ゲーテ全集の別館を買わない限り読めないということでね、ということでした、はい、ということで今回はゲーテのベルターを我が友トーマスマンと共に読み返すという企画でした。いかがだったでしょうか。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。